はい、皆さんこんにちは。スペースビズ編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。編集長の時事ネタ放談は、私の気になる時事ネタを独り言のようにつぶやくコーナーです。今回の時事ネタは、関西電力グループスペースワンと資本業務提携を締結です。6月30日に K4V は小型ロケットによる人工衛星打ち上げ事業に取り組むベンチャー企業スペースワンに対し、第三者割当増資による出資を行ったと発表しました。 K4V はですね、関西電力グループが革新的な技術やビジネスモデルを有するベンチャー企業との連携を強化するための投資主体なんです。関西電力グループとして宇宙関連事業に取り組むベンチャー企業と資本業務提携を締結するのは初めてになるんですよね。スペースワンの方は人工衛星を搭載する小型ロケットカイロスの開発から打ち上げまでを一貫して担う企業であり、国内で唯一自社運営のロケット打ち上げ射場スペースポートキーを保有しています。自社専用の小型ロケットと打ち上げ射場により、契約から打ち上げまでを世界最短、打ち上げを世界最高頻度で行う宇宙宅配便を目指しているようですね。またスペースポートキーは本州最南端に位置する和歌山県串本町に位置し、打ち上げの軌道高度や軌道傾斜角についても柔軟に対応できるという立地上の強みを持っているんです。関西電力グループはこれまで人工衛星データを活用した太陽光発電電力量予測やインフラ監視の可能性の追求、宇宙太陽光発電の基礎技術となる無線電力伝送の実証実験等に取り組んできました。提携後、まずは協業で2022年末にスペースワンの小型ロケットカイロス初号機の打ち上げを目指しますので、関西電力グループの宇宙という新たなステージへの挑戦が始まりそうですね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマーク出てお願いします。